最近はあまりピアノだけ弾けないです。あ、でも全然上手だったじゃないですか。ピアノのコンクールは加減ではなくて上限があったので問題だと思います。先月のレースではちょっとまあ中学生とかに抜かされたりしましたけど、中学生に抜かされた、そんなにこの顔はそんなに優れてるとは思わないんですけど、まあ、なんか猿とかがバナナをよく食べるんですか。そうですね。でも猿は日本、あ、こんにちは。はい、今日はジゲなんですか。あ、はい、ジゲなんですか。すごいですね。何年ぐらい伸ばしてたんですか、それ。まあ、30過ぎぐらい。ああ、そうなんですか。結んだりはしたりしないですか。あ、仕事の時は結んだり。ああ、仕事で工場とかですか。あ、まあ、はい、仕事系とか。頑張っとられるんですね。最近はあまりピアノだけ弾けないですね。あ、でも全然上手だったじゃないですか。あ、美味しい。美味しいですか。まあ、昔シュガーのハリンさんが、美味しいって言ってもうまいと、まあ、シュガーっていう2001、2年から活動してた、あ、K-POP の K-POP のグループなんですけど、やっぱ桃味を出してほしいんですけど、リンゴしかない。やっぱトワイスのモモですから、まあ、私が男子100で金メダルを取ったら、そういうのも自分で。ああ、確かに、はい、あれちゃんがコラボするかもしれないですね、トワイスと。まあ、ヤンキースかな、田中将大投手、マー君が、まあ、モノクロとコラボしたように、あ、そういうコラボ、BTS とか。ワールドワイドで活躍してるスターとコラボ、うん、まあ、フィギュアはもう年齢制限があって、はい、フィギュアスケートは年齢制限、まあ、浅田真央選手は若すぎて出れなかった頃、金メダル出てたら金メダル取ってもおかしくないよ。あ、まあ、あの頃は体重がすごい軽くて、なるほど、6回とか3回で、でもピアノのコンクールは加減じゃなくて上限があるから問題だと思うんですよね。私とか年齢が上の人は参加できないじゃないですか。うちにまあ安物の電子ピアノがありますけど、まあ安物すぎるから、練習はビッグカメラとかでやってますよ。弾いたりしてます。あ、いいですね。早いですね。水なくても大丈夫なんですね。まあ、水の中は乾いから、こうやって、口の中を濡らすな。アンパンマンリンゴジュース飲んでもいいですよ。うん、いいですか。先月のレースでは、ちょっとまあ、中学生とかに抜かされたりしましたけど、中学生に抜かされたんですか。あ、そうですね。まあ、早い人しか出てないから、そうですね。でも本当 100m 走って意外と、そうですね、意外と時間がかかるなって。あ、14秒 5ですよね。14秒06でした。あれ6、最近直近のレースね。で、日本選手権で9秒8台アジア記録出したい。ああ、なるほどね。めちゃめちゃ速くなるってことですね。あ、そうですね、はい。日本選手、そう、今の日本新記録より、はい、0コンマ1秒とか、あ、もう圧倒的に速くないといけない。あ、なるほど、ありがとうございます。
これは、はい、すごい美味しいと思います、ね、持って帰ってください、はい、どうぞ、ね、アンダーマンの作者は94歳で死去されたんですけど。ああそうですか、はい、詳しいんですね。あまあ彼もやっぱ、まあ、ドラえもんを考えた人も天才だと思うけど、あとこの人も天才だと、そんなにこの顔はそんなに優れてるとは思わないですけど、はい、なんか欧米で受けそうな感じではない。もし、はい、これを見てる海外の人がいたらぜひメッセージを英語でできる限り。I'm a sir, it's an excellent and very sense supporting me. And it's number one in world number one sprinter at the sprint ever. Are faster, more faster, fastest in the world. I'm 100 meters short sprint.Only running 100 meters and very short here, very short.こっちのバナナもありますけど、こっちはこっちと違って、まあ、茎が柔らかめ、鮮やかめですけど、バナナ好きなんですね。まあ、すごい柔らか。あ、ほんとこれ、ゲームセンターであるやつですね。ダイソーで売ってましたけど。あ、ダイソーで。はい、こっちの。あ、いいですね。こっちは、肩はどうやったらいいかな。バナナ、はい、そう、猿とかがバナナをよく食べるんですかっけ。そうですね。でも猿は人間に進化したんでしょうか。どうなんですか、ね、それってまあ色もあったり、最近では昔はそう言われてましたけど、進化の。どう、アラレちゃん的にはどう思いますか。まあ突然変異的に人間にの姿に認識したものが、そう、繁殖していく可能性もあります。より、まあ、クレバーな、まあ、環境に、適応力の高い個体が、そういうふうに進化の過程で、生命を繁殖していく。まあ、地球もまあ、1億年単位で、まあ、超巨大な隕石が落ちてきて、恐竜の絶滅みたいに、死ぬ。そう、ほとんどの生物が死滅してしまう可能性も結構あったりするんですけど、まあそうですね、まあ何光年か離れたところにまだ地球型惑星が、でもまあ人類最速のまあボイジャーとかでも、そう、1光年がそうとてつもない長く時間がかかって人間にはとてたどり着けないですよ。どうぞ。あ、そうですね。まあまあですけど、まあ。まあまあで。フィリピンから送られてきたのかな。そうですね、フィリピンの。まあフィリピンとかで、ね、取れたてだったらもっと甘くて美味しいかもしれないです。ですね。まあサニブラウン君とかも、まあ食べてそうな感じかな。そうですね、まあ、朝食バナナ。まあまあサニブラウン君とかもまあツイッターで応援してたりするんですよ。まあ日本選手権でまあ圧勝してたり、はい、非常に期待できる選手で、東京五輪で、はい、まあそういう陸上が注目されることで、まあ新国立の、うん、トラックを残そうかっていう流れにはなってきてるのかもしれないですし。はい、どうぞ。はい。
野球選手、サッカー選手だとスター選手がたくさんいらっしゃいますけど、陸上だと本当ナンバーワンじゃないと注目されないんですよ。はっきり着順タイムで優劣がついてしまいますから、はい、どうぞ、はい、ワールドカップだってそうすごい注目されてますけど、裏で審判の買収があったっていうことは可能性は否定できないかもしれないです。チーム層で、僕なんかグループリーグですごいいい戦いをしたのに、敗退してしまって、ああいうのも、まあ、やっぱクリロナがいるポルトガルも勝たせたいっていう意思が働いたのか。ああ、なるほどね。どうしてもメッシとかクリロナがいる、はい、それが予選敗退したら公共的にもまずいっていう判断。はい、ありがとうございます。というわけで今日はあらちゃんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ウラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画がいいと思ったら、グッドボタン？悪いと思ったらブロックっていうことで、でお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。